こんにちは、うえちゃんです今日はですね、奇襲機についてちょっと話していこうかなと思うんですけど、えー、僕が考える奇襲機に求められる要素、えー、それをまず話そうかなと思うんですけど僕は5つあると考えていますまず1つ目、浮力僕の体感では 3B から 5B は欲しいですねいろんな意味で、あのーえー、奇襲釣りは重い団子っていうのを 使うんでそれに引っ張られても負けないような浮力とやっぱりあの潮流潮流に負けない潮の流れに負けない浮力そういう意味で、えー、浮力はすごく大切だな,だなと思いますそれが1つ目2つ目は視認性よく見えることですねうーん奇襲釣りってどうしてもその底を狙っていく釣りなんで えー、堤防やったら駆け上がりの向こう側を狙っていくっていう少なくともですよ少なくとも駆け上がりの向こう側を狙っていくっていうスタイルの釣りになるんでメメートル15メートトルル最低でも投げていきます時によっては2 0メ3 0ル投げる場合もあるんでそういう時にしっかり見える浮きが見える、えー、そういうことが大切になって できますね、うん、だからし2つ目に視認性3つ目に軽さですね奇襲機は軽くいてほしいです、えー、っていうのは団子をポーンって投げた時に、えー、浮きが重いと団子を引っ張っちゃうんですよそうじゃなくて団子ポーンって投げた時団子と一緒にこううまく軽くついていってくれるようなじゃないと。 あの団子から刺しへ抜けたり、えー、締まり具合がだんごの締まり具合が変わったりするんで浮きは軽い方がいいですねだいたいね 5g 以下ぐらいがいいと思います体感的に4つ目低価格キシュズリりはもうそこ一辺倒で狙うんでどうしても根がかりが多くなっちゃう場合があります 場所によってはねそういう場合ねやっぱハリスから切れてくれたらいいんですけどね時としてた道糸から切れて高切れして浮きさようならーっていうこともあるんでねうんそういう時心のダメージちょっとでも小さく小さくありたいので極力安い方がいいかなと低価格が4つ目で5つ目に感動ですねやっぱ 感度は欲しいですよ、ね、まあ感度っていうより僕は浮きの表情っていう表現の方がいいのかなと思いますけどこうね団子あたり団子あたりでピュッピュッピューとかねまあもちろん挿絵を加えてスポーンって入るあたりとかね、えー、普通の吹かせ釣りよりも浮きから浮きから教えてもらう情報っていうのが多いと思います。 団子あたりっていうのもあるんで、機種釣り独特のね、うん、そういういろんな情報を聞きから情報を得るためにはやっぱ感度っていうのも必要になってくると思います。えー、だから機種器に求められる求めている要素は一つ目浮力、二つ目視認性、三つ目軽さ、四つ目低価格、五つ目感度。この五つ僕は えー、ほんで奇襲記って、えー、奇襲機って言われてるものは大きく分けて3つに分けられると思いますえ棒浮きタイプこういう棒浮きタイプですねで2つ目はこういう寝浮き寝かせて使うタイプ3つ目はこういう玉浮き玉浮きタイプね玉浮きタイプですね 足があるタイプもあるしこうやって足がないタイプもありますね、うんはい、この3つやと思います大きく分けてまず棒器タイプの特徴、えー、まあこうこういう棒器やっぱ縦に長いですからね縦に長いですからね感度がいいです感度というか やっぱ表情豊かですこういう長い浮きはいいですね楽しいですね見てて、まあ、一番僕は見てて楽しい浮きですね棒浮きタイプの奇襲浮きでこうね多少波が高くても消えないですよね高さがある分視認性がいいですで,でもですよこういう奇襲浮きの 防浮きは風に弱いっていう特徴があるんですよね風が吹くとピューってすぐすぐこう倒れますなのでね防浮きはね風が強い日は使いづらいと思います長谷鈴木も風が吹くとピューと寝ちゃいますね風が強い時は苦手、うん、っていう感じですかね防浮き だから棒浮き使うシチュエーションっていうのは、えー、風がないなくて、まあ、潮もそこまで速くないっていう時ですかねでもすごい表情が豊かなんで海の中の状況をすごいつかみやすいっていう特徴があります棒浮きはそんな感じですねで次寝浮きこういうタイプですね寝かせて使う。 珍しいですよね。寝起きってね。非常に優秀なんですよ。えー、すごい感度もいいんですよ。ピコピコピコって感度もいいし。しかも甲府力、えー、感度と浮力ってね。あの合わせ持てないんですよ。普通は感度が良ければ浮力は弱い浮力が。 強ければ感度は悪いいっていう,ふうに普通は浮きってそういう感じなんですけどこの寝浮きっていうのはすごいそういうところそこが一番優秀ですね感度と浮力を併せ持ってるっていうところえそれがこの寝浮きの一番の武器魅力でもあ,るありますでもねやっぱこいつの弱点っていうのはあるんですよ こいつの弱点っていうのはやっぱ身長低いんでちょっとした波でもう消えます消えるんで波が強い時は見えづらい場合がありますあと釣り座が低い時釣り座が低い時もやっぱ見えづらいですよねだから釣り座がある程度高ければめっちゃ優秀で使いやすいんですけど釣り座が低くて で波が高い時っていうのはちょっと使いづらいですねこの浮きはまあそういう特徴ですかねでも非常にあれですよ万能ですよ基本的にはで最後にこういう玉浮きですね玉浮きこれはねものすごい降雨力ですだからねめちゃくちゃ使いやすいです塩、えー、が速いとかいう時に負けないですねその潮の流れに 霜っていいかないこうやって海の中にだからすごい使いやすいですで風にもね強いですねっていうのはもう風を受ける面がすごい少ないんで、うん、風にも強い感度っていう意味では少々分が悪いところはあると思いますこいつの使うシチュエーションとしては潮の流れが 早い時とか風が強い時とかそういう時ですねタフなコンディションの時に使,っ使うっていうことですね使いやすいですね棒浮き、寝浮き玉浮きそれぞれ3つそう,そういう特徴メリット、デメリットそれぞれあるんですけど奇襲、うん、釣り用っていう風にして売られてる浮きは総じて 使いやすいですもう考えられてます浮力にしても視認性にしても軽さにしても、うん、感度にしてもやっぱ機種釣り用っていう風にして売られてるのは総じてお勧めできますまあそれぞれに特徴はありますけどねやっぱその状況に合わせて使い,使い分けるっていうのでいいと思いますまあ、この3つのタイプの中でも僕一番好きなのはこれ ですね。非常に使いやすいです。もしあのこれから始める人とか浮き何使ったらいいんやろう？っていう時は迷ってる場合はこの浮き使うのが一番いいかなと思います。僕は聞かれたらこの玉置おすすめしますねこれはね。ちなみに梅津っていう会社の特大です。サイズ特大特大っていうのを使ってます。 っていう感じですかね。次にね。機種釣りに向かない浮き。雪おすすめできない浮き。雪えー、ま2つ2つあります。一つ目はこういう深瀬釣りで使う。塩水雪。これはね。あの機種釣りには向かないです、えー、今聞いてる方当たり前やんっていう人がほとんどやと思うんですけど、僕ね。今まで釣りしてきて。きあのー？ 3回見たことありますこの浮きで奇襲釣りしてる人この浮きは向きません、えー、っていうのはまず重い重いんでだ子投げた時飛んでってくれませんうまく難しいですで2つ目に中通しなんですごい抵抗があるんですよ抵抗かかるんですよねこう糸が落ちる時に吹かせ釣りなんかは逆にこうその抵抗を使って全誘導で当たり出すとか そういうふうに使うんですけどいかんせん奇襲釣りは団子が落ちるスピード速いんでその抵抗が邪魔になって、えー、浮きも一緒に絞っていきます中同士で糸の抵抗がすごいかかるっていうのとこの重いっていうその2点において奇襲釣りでは向きませんので使わない方がいいと思いますこれが1つ目奇襲釣りに浮かない浮き、えー、2つ目は 奇襲釣りに向かない武器。2つ目これですねみんな大好き陶屋浮自立防浮ですね奇襲釣りには自立防浮は向きませんこれがいけないところは重いっていうこう団子を投げた時うまく一緒にとついてってくれませんので、うん、この自立防浮きは向きませんね奇襲釣りには僕あのー 機種り始めた頃いろいろサイト見てて「奇襲づきの仕掛け」っていうので「あの自立防空機」って書いてあるサイトがあったんですけどそれを見て自立防空機使って奇襲釣りしたんですけど全くうまくいきませんでした、うん、正しいですよこれ正しいです使ってる人いますしかもかなりうまいですマルキューのテスターやってる佐々木さんっていう人がいるんですけどその人は「 き使ってます実際僕見ました使ってるところめちゃくちゃうまいです、えー、団子ピューンって投げてさをペーンって跳ねて跳ね上げてこの重いトウヤウピューンって団子と一緒に飛ばすんですようーんすごいうまいですねやり方もね教えてもらって僕も挑戦してみたんですけどダメでしたできませんでした難しいです僕はもう諦めました奇襲釣りで投ウヤきを使うのは 諦めました、えー、難した難いです、うん、僕はあんんままりおすすめしませんでも慣れてきたら慣れてきて練習すれば使えるかもしれないもう使えたらねこの洞爺うの感度なんてねもう折り紙付きなんでね釣りの幅広がること間違いなしだと思います、えー、佐々木さんなんですけど YouTube やられてます。動画説明欄にリンク貼っ ておくので、えー、もしよかったらチェックチェックしてみてくださいかなりうまいですもうびっくりするぐらいうまいです佐々木さんなのでそれ見て東野浮きで奇襲釣り挑戦してみるのもいいと思います、えー、僕は諦めましたっていう感じですかねもう一回おさらいしてしておくと奇襲に求められる要素浮力 3B から 5B 2つ目、視認性2 0ル先でもはっきり見えるぐらいがいいと思います、えー、軽さ、僕は 5g 以下がいいと思いますで、まあ、根がかりいっぱいするんでね、ロストすることもよくありますんで、できるだけ安い方がいいかなとで、5つ目に感度、感度も大事です。はいで 防気タイプ、寝起きタイプ、玉置タイプ、この三つ。防気タイプは感度がいい。浮きの表情がすごい豊か。で。視認性もいい。高さがある分ね。波に消えない。でも風には弱い。っていうことですね。二つ目寝起き。感度と。風力。合わせ持ってます。風にも強いです。 えー、でも波背が低いんでね背がないんで波に消えやすい、えー、釣り座が低い時は見えにくくなる場合がありますで最後玉浮きこれは降雨力潮の流れにも強いでも感度はいまいちですかね風にもそこそこ強いということでその日の状況とかそういうのに合わせてこの3つを選んでいけばいいかなと。 思います、はい、であれですよ「機種釣りに向かない浮きはこういう深かせりの中同士の円錐浮き」と「自立の棒浮き」でも自立の棒浮きは練習次第ですごいすごく機種釣りに向いてる向く浮きになる可能性は秘めてると思います。っていうことですね。<laughs> っていうことで 今日の話は終わろうと思います。参考にしてください。